はい、ではですね、荒川区の、小久ですね、小久橋に近くありますけどね、東京がですね、初空襲を受けた地、来ました。ここからですね、皆さん、足立小台まで歩いていきたいと思います。これですね、以前のですね、動画には投稿してるんですけども、ちょっとだいぶもう、時間が、時が空いたので、ちょっと毎回、ちょっと行きたいと思います。何分ぐらいで歩けるかですね。ちょっと検証したいと思います。そこの歴史のところですね。そこのところからちょっと回っていきましょうかね。ここにトイレもありますね。トイレもあります。小久橋シャロ階段、なんか天国の入り口みたいに見えますね。これ光がですね、光が当たってこのまま行きましょう。小久橋シャロ階段をですね、このまま行きましょう。はい、光製作所、新しくリニューアルしましたね。光製作所がリニューアルしました。新しくですね。もうちょいで着きますね。もうちょいですね。荒町台駅ですね。ちょうどなんか涼しいというか気持ちいいですね。風がちょうど涼しい、気持ちいい感じがします。さっきの東京初空襲受けた場所までがですね、熊野前の駅から4分ぐらいなんで、それを考えると、この足立小台駅から熊野前まで行くのがですね、約10分ぐらいですかね。ちょっとまだ終わってないですけど、4分と、あとどれぐらい経つか、今回ですね、わかると思いますけども。光いいんですよね。これも確かにね、帰ってきたっていうですね、イメージなんですよ。この光製作所見るとですね、飛ばして帰ってくるんですけど、ああ帰ってきたなーってですね、実感する足立区民がですね、感じるところがこの光製作所なんですよね。何回もですね、これペンキで塗り替えじゃないですけども、なんか多分耐震のやったりとかしてるんですよね。よし、とりあえずもうちょいですね、もうちょいでゴールになります。
日暮里トレイルランナー最終がですね、日曜日だと、土曜日か、土日一緒だと思うんだけど、12時3分で終わりですからね、結構早く終わっちゃうんですよ。皆さん気をつけてくださいね、終電すごい早く終わっちゃうんで、ご注意いただけたらなと思います。足立小台駅ズドーンとですねありますけども、長大駅まで来ました。私これちょっと撮るとっていうかですね、撮影しながらのちょっとですね歩きなんで、普通だったらもうちょい早いと思いますけど、多分10分ぐらいですかね、10分ちょいで、10分11分ぐらいですかね、多分行けるかなと思います。竹の、あ、すいません、熊の前から足立小台までですね、はい、という感じでございました。はい、じゃあここですね、足立小台駅東口に着きました。はい、どうもありがとうございました。